投稿者が友人主催のパーティーに出席した際の写真です。画面右奥、ピアノを弾いている女性の後頭部に注目してください。そこに霊が顔を出しているところが写っています。投稿者はこの女性を全く知らないと言っています。これはこの女性の指導霊と思われます。指導霊とは、人々が職業や学問を学ぶのを助ける霊のことです。芸術家や音楽家などが複数の指導霊に憑依されることは珍しくないそうです。芸者さんがお座敷で舞を披露しているところを撮った一枚ですが、こちらをご覧ください。ここに喪服姿のような女性の上半身の霊が現れていました。なぜ喪服で現れたのかは私にはわかりませんが、この場にいる誰かにかなりの念を抱いているようで危険な感じがしてやみません。もしかすると左に座ってお座敷遊びに興じているこのおじさんへの嫉妬心で現れた霊ではないでしょうか。怖いですね。これは結婚式での一コマです。こちらの新婦の右背後をご覧ください。ここに赤っぽい霊が映っています。この霊はこの場所に住み着く自爆霊のようで、表情から相当強い怨念を抱いている感じがします。一体過去にここで何があったのでしょう。ここで式を挙げたご夫婦に災いが及ばないことを願うばかりです。投稿者がとある海水浴場で撮った大変不思議な写真です。右側の男性にしがみついているように写っているのはかなり強烈に取り付いている女性の霊です。この霊、下半身が完全に消えてしまっています。顔がはっきり写っていることから生き霊ではないでしょうか。この男性への思いが強すぎて違う女性と海水浴へ来たことで耐えきれず想念だけが彼に取り付いてしまっているようです。この写真は投稿者が親戚と旅行に行った時に撮ったものです。画面左、お母さんの膝で抱かれている青い服の男の子の左横を見てください。そこには大きく口を開けて、今にも叫び出しそうな霊の顔がはっきりと写っています。これは大変危険な写真です。おそらく写真に写っている人の誰かに強い恨みを持って亡くなった霊が付きまとっているのではないでしょうか。一刻も早くお祓いをする必要があると感じる一枚です。この写真は場所等は不明ですが、投稿者が友人を撮った写真です。画面中央、彼の頭上、窓の外、こちらをご覧ください。そこにカーテン越しに中を覗く幽霊が映っています。なんだかとても怖い感じが伝わってくる一枚ですのであげました。おそらくこの彼に取り付こうとしている危険な浮遊霊と思われます。せめて早く窓を閉めた方がいいのではないでしょうか。
この写真、有名な昭和の心霊写真です。詳細は不明ですが、男性の左背後に部分的につけている着物姿の女性が写っています。この女性、明らかに違和感があり、到底この世のものとは思えません。よく見ると、この男性の腕を掴んで上から見下ろしているようです。おそらくこの男性と何らかの関係のある霊が取り付いていると思われます。これは投稿者がカフェで女性を写した一枚ですが、お分かりのようにこの女性の耳とそのあたりから手が出ています。頭を掴んでいるようでとても怖さを感じる写真ですが、見方によっては彼女の守護霊がこれから起こる何かを警告をしに現れたのかもしれません。正直私には悪霊か善霊かどちらか判断ができませんでした。いずれにしても彼女は気をつけた方がいいようですね。投稿者がたまたますでに誰も住んでいない空き家を写したものです。正面の玄関をご覧ください。そこから青白い男性の霊の顔のようなものがこちらを見ています。これは心霊写真だと思われます。さらによく見てみると複数の霊も写っています。こちらです。何とも言えない恐ろしい写真です。運動会での小学生高学年の抱負ダンスですね。密かに思いを寄せていったクラスの女の子と手をつなぐとき、ドキドキものの一太郎少年がそこにいたことを思い出しました。皆さんは運動会でのフォークダンス、どのような思い出がありますでしょうか。この写真では男子余り状態のようで、背の高い男の子は男同士または先生と踊るという場面ですね。懐かしく微笑ましい一コマです。ですがやはりここは心霊チャンネル、このままでは終わりません。写真後列の男女をよく見てください。ここに男の子と女の子の手で左右に顔が引っ張られて困惑している霊の顔のようなものが写っています。賑やかな運動会につられてつい現れてしまった幽霊がこんなことになっていて滑稽ですが、お気の毒のように感じます。皆さんはどう見えますでしょうか。この写真は夏休みの子供会でキャンプに行った際に撮られた写真です。男の子が楽しそうに岩登りをしていますね。一見何でもないようですが、こちら男の子の足元に注目してください。ここにこの子の足をしっかり掴んでいる手が写っています。さらによく見るとこの手の指の数が明らかにおかしいです。これは過去にここで亡くなった複数の自爆霊がこの子に取り付こうとしている瞬間のようです。こんな何の罪もない少年が取り付かれるなんてかわいそうで仕方ありませんね。
投稿者の母親がとある観光地のお寺の前で撮った記念写真です。ご覧のように稲妻のような光の筋が右上から左下に向かって画面を横切っています。この光の筋を追っていくと、光の筋に顔が重なっている人の目が消えているのにお気づきでしょうか。この現象は光の筋が霊の通り道であることを意味しています。このように一部が欠けてしまう場合は悪霊が通った可能性が高く、投稿者はこの写真を処分しておいた方が良いようです。投稿者が商店街の洋服店の前で撮影したものです。中央の2体のマネキンがなんとなく不気味です。写真の右側にご注目ください。ハンガーにかけられた黄色い上下の衣服とピンクのブラウスの間にスーツを着た男性の霊が現れています。さらに驚いたことに、よく見るとこの男性の首は異様に伸びていて、とても怖い印象なのですが、安心してください。このように存在をアピールする霊は人に災いを加えることはまずないとされています。投稿者が友人たちと撮った一枚です。とても楽しそうな一枚ですが、やはりここにも霊が映り込んでいました。画面後ろの鏡に注目してください。ここに少年とおぼしき霊が現れています。当然この場には子供はいなかったそうです。さらによく見てみると、鏡に映った椅子にはその椅子を掴んでいる手も見て取れます。この霊はこの映っている人の中の誰かに取り付いているようで、とても怖い一枚です。次の写真は幽霊を探せのコーナーです。これは懐かしい小学校の給食の時間の一コマです。モノクロ写真でノスタルジーが増しますね。しかしここにも不可思議な何かが映り込んでいます。さてそれはどこでしょう？答えはこの動画の最後で公開していますので、よろしければ最後までお付き合いください。この写真は投稿者が友人とキャンプに行った際に撮影したものです。画像全体を覆う白いもやは焚き木の煙だと言います。しかしその煙の中に人のように見える謎の人物が写っていました。よく見てみると、その人影は画面右側の男性に似ています。一見残像のようにも見えますが、二人が向かい合っていて、明らかに不可思議です。投稿者によると、右側の男性は撮影の翌年に心臓発作で急にお亡くなりになったそうです。自分自身のドッペルゲンガーを見た人はやはり生死に関わってしまうのでしょうか。この写真は過去にとある心霊番組で紹介されたものです。親子3人で仲良く写る旅行の一枚ですね。しかし、この微笑ましい雰囲気を一掃する得体の知れない不気味なものが写り込んでいます。真ん中の男性の肩の背後をご覧ください。
そこに怒っているような怖い表情でこちらを睨んでいる顔が映っています。この場所は崖っぷちで柵があり、人が立てるようなスペースはなかったと言います。おそらくここで生きることに疲れて自らお亡くなりになった霊が自爆霊となって現れたのではないでしょうか。この親子に霊障が起きないことを祈るばかりです。これは投稿者の女性が職場の同僚とドライブに出かけた時に車の中で撮ったものです。とてもお綺麗なお二人ですね。ところが写真、白っぽいもやをよく見てください。このもやの中に男性の目のようなものが映っているのがお分かりでしょうか。この目は右側に座っている赤い服を着た女性を睨んでいる男性の霊だと思われます。投稿者によると、女性は写真の目が過去に付き合っていた男性の目によく似ているとのことです。この男性とは数年前に別れたのですが、その後しばらく付きまとわれていたそうです。しかし、ある時を境に、彼は全く姿を見せなくなったと言います。もしかしたらこの男性はもうこの世にはなく、彼女にまだ未練があるために、このように霊となって付きまとっているのかもしれません。粘着質な男性とも知らず、外見や一時的なムードで恋人になってしまうと、後々予期せぬ災いに苦しめられるケースも結構あります。余計なお世話かもしれませんが、交際を始める前は十分お気をつけください。それでは最後に先ほどの幽霊を探せクイズの答えでいつものようにお別れです。正解はこちら。画面真ん中、後ろの机の中をご覧ください。ここに2体の霊がこちらを覗いています。これもこの学校に取り付いている霊のようです。皆さんはどのようにお感じになられたでしょう。幼稚園の卒園式に撮られた一枚です。袴姿の保育士が園児に最後の挨拶をしています。皆春からは小学生、さすがに落ち着いたお兄ちゃん、お姉ちゃんに成長した姿が伺える微笑ましい光景です。が、しかし、この保育士の頭上、天井付近に注目してください。少し明るさを調整してみると、そこに逆さまになっている霊の顔が見て取れます。おそらくこの霊は園児たちの中の誰かの先祖霊が自分の子孫が晴れの卒園を迎えて感極まって現れたものと思われます。小学生になってもいじめられないようにしっかりと守護していただけることでしょう。とても心強い先祖霊です。男の子二人がとあるお寺か神社で写した古さを感じる写真です。二人とも昭和の男の子の定番、野球帽をかぶって写っていますね。そんな一見懐かしい何気ない写真ですが、下に写る男の子の足元をご覧ください。ここに小さな日本人形のようなおかっぱ頭の女の子の幽霊が写り込んでいました。これはこの男の子に関係する霊が写ったと思われます。
この写真も白黒で結構古いものです。おそらく高校のクラス会の集合写真です。しかし、なんとなく皆さん老け顔に見えるのは私だけでしょうか。余談はさておき、撮影者がつけた2箇所の丸を見てください。まずこちら。あまりはっきりしませんが、白いものが写っています。そしてこちら。ここには不気味な顔が覗いているのがわかります。霊能者によると、最初の丸は現像の段階でできてしまったただのシミのようなものらしいとのことでした。が問題は次の丸です。これはどうやらこの辺りで亡くなった女性の浮遊霊が現れたようです。この写真からは妬みなどの負の感情がかなり強く出ているようで、とても危険な心霊写真と断定されています。これはひどい手ぶれ写真ですね。偶然にこのように目が吊り上がって写ってしまうのは大変珍しいと思います。何か霊的な現象のように感じてやみません。と思いつつ、さらにこの写真をよくよく見てみると、やはりいました。ここに青白い霊が写っています。このように写ってしまった原因はこの霊の仕業ではないでしょうか。この霊、ただのいたずらで終わってくれるといいのですが、次の写真は幽霊を探せのコーナーです。これはとあるトンネルの出入り口で撮られたものです。しかしここにもとても不可思議な何かが映り込んでいます。さてそれはどこでしょう？答えはこの動画の最後で公開しています。よろしければ最後までお付き合いください。友人たちが投稿者の家を訪れた際、雑魚寝している何気ない写真です。がしかし、画面後ろのクローゼットのようなものを覆うカーテンの隙間を見てください。衣服に混ざって霊の顔が逆さまに映り込んでいます。投稿者によるとこの部屋では物が勝手に動き回ったり、夜になるとラップ音が鳴り続けたりするポルターガイストのような不思議な現象がよく起こるといいます。この霊が関係していると思われます。これはこの部屋に住む者を無差別に攻撃するとても危険な悪霊です。投稿者は一刻も早く引っ越しするべきでしょう。結婚式で撮られた一コマです。参列者の男性の背中、こちらをご覧ください。写真の明るさを変えてみたら、そこには信じられないものが現れていました。それは悲しい女性の霊のようです。この霊、この男性と何らかの因果関係があったものと思われます。一体何があったのでしょうか？これはかなり厄介なことになりそうでお気の毒です。この写真は母親たちが集まってレクリエーションをしている写真です。実に楽しそうな光景ですね。ところが、左から2番目の女性の顔をよく見てください。赤いもやのようなものが顔を覆っています。さらによく見ると、怪奇な手のようなものが彼女の首を掴んでいるのがはっきりと見えます。明らかに不自然なこれはこの女性に関係する例であり、
赤いモヤはこの霊が起こした現象のようです。大変に強い感情を持った悪霊の出現だと思われます。この女性はすでに憑依されている可能性が高いことから、一刻も早くお祓いが必要です。こちらの写真もかなり古いですね。都電を写したものですが、電車の前に注目してください。ここに過去に電車に轢かれて亡くなった少年の亡霊が写り込んでいます。やはりこの場合も少年でとても心が痛みます。古い写真ですので、すでに成仏しているといいのですが。それでは最後に、先ほどの幽霊を探せクイズの答えで、いつものようにお別れです。正解はこちら。こちらを見つめる猫の顔がはっきりと映っています。さらによく見ると、ここに子猫がおねだりチュールをしているような白い影が見えます。皆さんはどのように見えますでしょうか？とある居酒屋で撮られた写真です。一見和やかな風景ですが、これは大変強い霊気を感じます。画面左奥のカラオケマシーンあたりをよく見てください。ここにかなり強い念でこちらを覗いている霊の顔が見て取れます。この場所は人が入れる隙間はなかったと言います。投稿者を含み、この場にいた全員がこの時この霊に気がつかなかったようですが、この霊の表情から、ここにいる全員に霊障が及ぶ危険な悪霊のように感じます。投稿者はこの写真を早々に処分した方がいいようです。とある中学校の卒業の際にクラスで撮られたものです。一見何も問題はなさそうですが、画面右奥こちらをよくご覧ください。女生徒の間に不気味な霊の顔が現れています。これは過去にこの教室の生徒が大病で亡くなっていることから、その生徒の霊が卒業したくて現れたと思われます。投稿者が近所のイベントの実行委員会のメンバーとして参加した時に撮られた一枚です。そのイベントの受付部屋に設置されているテレビ画面にご注目ください。そこに霊の顔が映っています。この時、このテレビはついていなかったことがこの写真から伺えます。これは長年ここに住み着いている自爆霊が現れたと思われます。この自爆霊、生きている人にはあまり興味はないようで、取り付く等の意図は感じられません。このような霊は無視して放っておくことが大切のように思います。昭和60年頃の写真です。どこで撮られたのかは詳細は不明ですが、大変珍しい一枚ですね。生きている人の体が撮影時のタイミングで消えてしまったのでしょうか。
それにしてもこの頭の位置が不自然です。おそらく自分が亡くなっていることに気がついていない霊が映ってしまったものだと感じます。投稿者が川で泳いでいるいとこを写したものです。この男の子の右側に注目してください。岩陰の水面近く、そこに体を水に浸してうつむいている子供がいるのがお分かりでしょうか。投稿者はこの時、この辺りには子供を見なかったと言っています。これはこの川辺で溺れて亡くなった子供の霊が写ったものと考えられます。投稿者によると、この川は流れが速く、ところどころに深さがあり、過去に子供が溺れる事故が多く発生したため、その川はカッパの住む川として知られているといいます。幸いなことに、その日、いとこに怪我等何もなかったそうです。この川には近づかない方がいいのかもしれませんね。エレベーターの前で笑顔で映る男性ですね。こちらを見てください。この男性の右横に白い女性と思われる霊の顔が映っています。詳しいことはわかりませんが、この霊はこの男性と何らかの関係があったものと思われます。この男性の無事を祈るばかりです。投稿者の友人がスケートボードをしている写真です。画面左側の路上端を見てください。何やら不可解な影のようなものが映っています。ここには際に雑草が生えているだけで、影ができるようなものは何もありません。霊能者によると、これは猫の霊だと言います。確かによく見ると猫の姿ですね。そしてこの友人は、この直後、転んで足首に怪我を負ったと言います。この猫の霊障ではないでしょうか。これは運動会でのマスゲームの一コマです。青と白の旗を元気よく振って生徒たちが行進している様子が伺えます。がしかしここに霊が映っています。こちらをご覧ください。まるで地面から出てきて他の生徒たちと一緒に行進しているかのように見えます。楽しみにしていた運動会に何らかの理由で来られなかったであろう生徒の生き霊が現れたようです。投稿者が学生時代に教室で撮った一枚です。右に映る円形ストーブがいかにも昭和感を引き立てる懐かしい写真です。が、すでに不可解な現象が起こっていました。この場には5人しかいなかったはずですが、6人映っています。こちらをご覧ください。ここに顔の半分が映り込んだ例が見て取れます。おそらくこの中の誰かに取り付いていたものではないでしょうか。この人たちに霊障が起きないといいのですが。
本日最後の一枚はこちらです。これは心霊写真かどうかはわかりませんが、大変気になる写真ですのであげました。このソフトクリーム、異常なぐらいロングサイズですね。途中少しでも傾けたらおしまいです。到底無事に完食できるとは思えません。そして後ろに映るリックサックに目を移してください。ここに霊のような顔が見て取れます。このソフトクリームの悲劇を起こさせようと意地悪な念を発している浮遊霊が現れたのではないでしょうか。そしてその後、見事にソフトクリームは崩れ溶け、左の子の制服にべっちょりとかかってしまったようです。恐るべし浮遊霊です。この写真、昭和感が色濃いですね。最近はすっかり見なくなった人たちですが、真ん中の男性の頭部に注目してください。ここに謎の手が映り込んでいます。よく見てみると、指先も奇妙な形をしています。この手、正体は不明ですが、なんだかとても悪い気が漂っている一枚です。投稿者がアマチュアバンドのコンサートをあるライブハウスで撮った一枚です。画面右上の照明のあたりをご覧ください。そこに霊の集団が映り込んでいます。この霊たちの正体はもともとこの地に住み着いている霊と思われます。この場所は昔無縁仏を安置する墓地だったそうです。このように現れたところを見るとやはりきちんと供養がなされずに今に至っているのでしょうね。大変お気の毒です。この写真、詳細は不明ですが、かなり古い写真ですね。おそらく解体された建物が燃えているところを撮ったものでしょう。写真中央の煙に注目してください。そこに切断された生首のような霊が宙に浮いているように写っています。投稿者はこの写真を実家の霧タンスで見つけたのですが、家族に尋ねても詳しいことはわからなかったそうです。到底この世のものとは思えないものが映り込んでいる心霊写真に間違いないでしょう。投稿者が就寝する前の子供たちを撮った一枚です。写真右側の女の子を見てください。この子だけ光り物がかかっています。投稿者曰く、この女の子は霊感があるようで、日頃から霊が見えているかのような言動が見られると言います。そしてよく見ると、この子だけが色が白すぎて映っていますね。明らかに他の子供とは違っています。これも何かの霊障のように感じてなりません。この子に悪いことが起こらないといいのですが、次の写真は幽霊を探せのコーナーです。投稿者が恋人と旅先で旅館で撮った一枚です。しかしここにとんでもない不可思議な何かが映り込んでいます。さてそれはどこでしょう。
答えはこの動画の最後で公開していますので、よろしければ最後までご視聴ください。これは小学校の低学年の女の子の部屋で撮った写真です。この女の子の背後、写真の右側に不気味な顔のようなものがはっきりと写っています。一見すると赤ちゃんの顔のようにも見えますが、顔の大きさがあまりにも大きく、普通の顔には見えません。しかも不気味に笑っているように見えるので、かなり気味の悪い写真ですね。さらによく見てみると、ここにも例の顔らしきものが写っていました。一体このお部屋で過去に何があったのでしょうか。投稿者が深夜に近所の廃業したガソリンスタンドで撮った一枚です。真っ暗な中、フラッシュ撮影したら、そこには不思議な稲妻のような光が映り込んでいました。そしてこの光に照らされたように複数の霊体が見て取れます。これはとても怖い写真です。投稿者が祟られないことを祈ります。友人たちと川遊びの際に撮った一枚です。かなり古い写真でしょうか。全体がぼやけ気味ですね。少し見にくいのですが、こちらをよく見てください。川面に複数の霊の顔が見えます。この川もやはり危険な感じがしてやみません。取り憑かれることなく無事に帰れたことを祈ります。幼稚園の運動会、綱引きに興じる園児の父親たちの写真です。写真から父親たちがどれだけ頑張っているかがわかる一枚ですね。ところが画面右側、水色のシャツと青いジャージの男性の足元にご注目ください。ここにこの男性の足首に手が絡まっているのがお分かりでしょうか。投稿者曰く、幼稚園ができる前はここにはかつて小さな墓地があったといいます。その当時からここに住み着いている自爆霊の手が現れたようです。それでは最後になりましたが、先ほどの幽霊を探せクイズの答えでいつものようにお別れです。正解はこちら。天井をよく見てください。少し見にくいので色調整をしてみると、ここに女性らしき幽霊がいらっしゃいました。これはこの部屋についている霊体です。おそらくこのカップルを恨めしく思い現れたのでしょう。果たしてこのカップル、このお部屋で無事に一夜を過ごせたのでしょうか。皆さんはどのようにお感じになられたでしょう。
投稿者が車で近所をたまたま通った時、車内から窓の景色を撮ったものです。一見何の問題もなさそうですが、画面左後方に注目してください。そこに何とも不気味な骸骨のような顔が大きく映っています。そしてさらにこの顔、よく見てみると、鼻から下にかけて女性と思われる霊の姿が重なって現れているのがお分かりでしょうか。これはおそらくこの場に関係がある自爆霊と思われます。このように顔と体が重なって現れていることから、かなり強い怨念がこもった霊体と思われます。投稿者自身、なぜこの場所で写真を撮る気持ちになったのか全く覚えていないと言います。もしかしたらこの自爆霊が自身の存在を強くアピールしていて撮らせたのかもしれません。運動場で組体操をしている男子生徒たちを撮った一枚です。画面右上後方、石垣の上のフェンスの向こうをご覧ください。そこにこちらを見つめている霊の姿が見て取れます。運動会を見守っているかのような表情は、この学校に関係する霊体と思われます。もしかすると今は亡きこの学校の卒業生が現れたのではないでしょうか。投稿者が小学生の頃、とある遊園地で撮られた一枚です。画面左側に女性の霊がはっきりと見て取れます。これはこの場所に取り付く自爆霊です。投稿者によると、過去にこの遊園地のジェットコースターに乗っていた女子高生が転落して亡くなったという悲しい事故があったとのこと。この霊がおそらく今でもすでに廃墟となったこの地にさまよっているのでしょう。これはとある会社の社員旅行での宴会の席で撮られた一枚です。しかしすでに違和感があることにお気づきになられたのではないでしょうか。こちら後ろの壁に足がぶら下がっている影が映っています。この写真の撮影者はこの時、ここにこのように映り込んだものは一切なかったと言います。さらにこの写真を見てみると、他にも霊体が映っていました。手前の女性の頭部をよくご覧ください。こちらに霊の顔、そしてこちらにも。投稿者によると、ここは過去に悲惨な出来事が起きた土地の上に建てられた旅館とのことでした。やはりこの場所に住み着く自爆霊が現れたようです。次の写真は幽霊を探せのコーナーです。この写真はとあるダム湖で撮られたものです。しかしここにとんでもない何かが映り込んでいます。さてそれは何でしょう。答えはこの動画の最後に公開しています。よろしければ最後までご視聴ください。これはディズニーランドで撮られたご夫婦のお写真ですが、よく見てください。何かおかしくないですか？ここにご主人の左手をしっかり掴んでいるもう一つの女性らしき手がはっきり写っています。これはこのご主人にまつわる生き霊のようです。霊能者によると、
体調に問題がなければ、ご主人の生体エネルギーが強いので、あまり気にする必要はないとのことです。にしてもこの生き量さんとご主人に一体何があるのでしょう。気になるところです。これは投稿者が近所の公衆電話ボックスで撮ったものです。ここは幽霊が出ると言われる心霊スポットだそうです。そしてやはりここに女性の霊が映っていました。これはかなり恨みの念が感じられる霊体です。その霊の正体は私にはわかりませんでしたが、その悲しげな表情から悲惨な亡くなり方を知った霊体と思われます。投稿者の女性が仕事終わりに会社のエレベーターを待っている時の一コマです。そして彼女は撮影後すぐに待ち合わせをしている彼氏に今仕事が終わったことを伝えるメールにこの写真を添付したところ、彼から変なものが写っていると意外な返信が返ってきたと言います。こちらを見てください。少し見づらいので明るさを調整してみると、彼女の左肩背後に黒っぽい影のようなものが映り込んでいるのが見て取れます。彼氏はすぐそれが心霊写真であることに気づいたそうです。彼女はその時点では心霊写真だと気づかずに彼の待つレストランへタクシーで向かったのですが、その途中後続車に追突されてしまいます。幸い彼女に怪我はなかったようです。その後無事に彼氏と合流できた彼女は事故のことを説明し、彼氏からこの写真のこの部分に霊が写っていると言われ、やっと心霊写真だと気がついたそうです。さっきの追突事故もこの霊と関係していると感じた彼女は、後日霊能者にお祓いをしてもらったそうです。その霊能者曰く、かなり強い念の浮遊霊が偶然取り付いていたそうです。その後、彼女には霊障は起きていないとのことで一安心です。それでは最後に先ほどの幽霊を探せクイズの答えです。正解はこちら。写真に映る煙のようなもやの中をよく見てください。ここに女性の霊が映っています。さらにこの写真の不可解なところは、この女性だけではなく、見ていると次々と霊が変化したり増えたりしています。何やらこのダム湖にはとてつもない数の霊が宿っているようでとても危険に感じます。皆さんはどのようにお感じになられたでしょうか。投稿者が属するサークルがサマーキャンプに行った時の一枚です。この写真の男性は投稿者の先輩だそうです。彼の左肩をよく見てください。ここにこちらを見つめる霊が見て取れます。これはこの男性に取り付いている霊です。この霊は彼に強い恨みを抱いている女性がしがみついているように見えます。投稿者によると、この男性は女性関係の噂が多いらしく、日頃からストーカーに付きまとわれていると言います。しかし彼は現在大学を辞めてしまい、連絡が取れない状況で、彼のご両親からも捜索願いが出されているそうです。彼は無事なのでしょうか？気になるところです。
この写真、昭和のものです。場所は京都伏見稲荷の茶屋で撮られたものです。男性の左背後をよく見てください。そこに霊が映り込んでいます。この霊の表情から、かなりの怨念をこの男性に抱いているものと思われます。結構古い白黒写真で信憑性が高いと感じました。本物心霊写真確定です。少し前のものです。小学校の校庭で撮られたものですね。この写真、すでにお気づきでしょう。画面左奥の生徒の片足がどう見ても完全に消えてしまっています。霊の者曰く、この現象はこの地に住み着く自爆霊の仕業とのことです。しかしこの写真からは悪気は感じられず、この生徒に危害を加えるような霊ではないようです。むしろ何かの警告をしているものと語っています。このような体の一部が消えている場合は何かの前兆のようと言われますね。この自爆霊に感謝の念を送り、用心したことに越したことはありません。この写真は投稿者が友人宅に遊びに行った時に撮影したものです。投稿者のこの女性の頭上には無数の霊体が現れています。これはあちこち渡り歩く浮遊霊の集合体です。これは一見危険な霊のように見えるかもしれないですが、この場合この廊下が霊の通り道になっているようですね。こうなったのは偶然であり、投稿者との関係は必然ではないと考えられます。これは直接的な人的被害がほとんどない例のようです。ただし、何かの弾みで気を損ねたら、このおびただしい霊たちに取り憑かれるやもしれません。これらの霊を刺激しないように注意することが大事でしょう。これは投稿者がとある動物園で和紙を取ったものです。問題の箇所はその和紙ではなく、画面下です。ここに鼻と口だけの顔が見て取れます。これはこの土地の近所で亡くなった人の霊だと思われます。何か言いたげな口元で現れていますね。ここを訪れる人に何かを訴えているような感じがします。投稿者には被害はなかったとのことですが、その後霊障が起きないことを祈るばかりです。1982年、黒部渓谷の人造湖を撮影したものです。写真全体が白っぽくもやっていて少し見にくいのですが、山肌に巨大な男の顔が写っています。こちらです。メガネをかけていてうつろな目つきですね。しかも唇の部分だけが割とはっきりとした赤色になっています。顔の輪郭も曖昧です。これはこの山の周辺で遭難して亡くなっている人の霊が写り込んだものと考えられます。かなり強い想念を持った霊であることは間違いありません。要注意の霊です。これは投稿者が所有する
別荘のプールで撮られた一枚だそうです。一見何気ないように見える写真ですが、赤い服を着たままプールに入っている男の子の両肩に注目してください。ここにこの子に取り付いて水の中に引きずり込もうとする白く透けた霊の手が見て取れます。これはこの場所に浮遊している悪霊と思われます。しかもこの時この子は何者かに引きずり込まれるかのようにシャツのままプールに落ちたといいます。やはり自分の別荘のプールとはいえ、水辺は邪気にあふれた霊たちが道連れにしようと手ぐすねを引いて待ち構えている場合があるようです。気をつけたいですね。この写真はとあるテレビの心霊番組からの一コマです。ここに映る男性の背後に男とおぼしき不気味な霊の顔が映り込んでいます。これは怖い表情ですね。しかもこの霊の周りには普通ではないような光もたくさん映り込んでいます。これはかなり恨みを持った人の霊体が現れたと思われます。大変危険な写真です。この心霊写真は放置せずにお寺や神社でお焚き上げの上処分しないと、後々霊障に悩まされることになると思われます。本日最後の一枚は心霊写真かどうかは不明ですが、大変気になった写真ですのであげました。こちらです。釜飯の蓋を取った時に写した一枚です。とても美味しそうに炊き上がったご飯の湯気、こちらをご覧ください。ここにうっすらと霊の顔が写っているように見えます。これはどんな霊が宿っているのでしょう。皆さんはどのように見えますでしょうか。ここで突然ですがお知らせです。今回から新たに動画の最後の最後で一太郎が選ぶ心霊写真危険度ナンバーワンコーナーを設けています。もう少しだけお付き合いください。それでは今回の一太郎がナンバーワンに選んだ心霊写真はこちらです。今夜はここまでです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。もしこの動画が良かったと思われましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。